今回は少し前に購入してある程度使い込んでみたトランクシー純正ガラスプラットフォームのレビュー動画になります。よろしくどうぞ。トランクシーの純正ガラスプラットフォームはアリエクスプレスで頼んでいました。以前の動画で届いたよくらいの話はしたかと思います。そのタイミングではまだ付け替えたばかりで全く使っていなかったわけですが、この動画を撮るにあたって結構研究を重ねました。いや偉いでしょう。まずは簡単にこの商品の紹介ですね。このガラスプラットフォーム、当然ながら X5SA 用に 33×33cm となっておりまして、表面は少しザラッとしたようなコーティングがされています。こちらが表なわけですね。このコーティングにより印刷物が定着しやすいらしいです。裏面は何もコーティングはされていませんが、使えないことはないらしいです。あとこの商品にはセンサーも付属します。で、交換に関しては元のセンサーを抜いて新しくガラスプラットフォームと一緒に入っていたセンサーを取り付けるだけなので、早々に流しておきましょう。なぜわざわざセンサーを付け替えるのかと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、実はトランクシーにもともと付いている水色のセンサーは鉄以外のものには反応しないようになっています。なのでガラスなんかは基本的に使えないんですよね。めっちゃ薄いやつなら使えるらしいですが。というわけで自分が購入したものにはガラス用のセンサーが付属しているわけですが、当然センサーがないものもアリエクスプレスでは売っているので、センサーいらないという方はそちらを買うのもいいでしょう。リンクを概要欄に貼っておきます。で、実際の印刷なんですが、これがまあ大変でした。全然くっつかないんですよね。自動レベリング機能を使った時は標準のものよりも平面度が高めで少し感動していたんですが、印刷を始めてもノズルに付着するばかりで全くプラットフォームにくっついてくれません。実はノズルを 0.8 ミリとかにしていたりもしたので、それが原因かなとも思ったんですが、基本ノズルって口径が大きい方が定着は良くなるはず、なんでやって思ってました。まあ初っ端試したのが ABS だし仕方がないところもあるかなどと思いつつ、いろいろ試していました。もしかすると汚れなんかでプラットフォームのコーティングが詰まっているのかと思い、綺麗に洗浄してみたり、センサーの位置が悪いのかと思って微調整を繰り返したりしていました。まあ10回以上試してみたんですが、何ともできず ABS は一旦保留することにしました。で、 PLA の印刷に気持ちを切り替えたわけですが、これもまたくっつきません。一度は諦めてマスキングテープを貼って印刷もしてみたわけですが、まあ諦めきれずさらに設定を見直していました。で、いろいろ試したわけですが、ヒートベッドの温度設定を60から70に上げてみたところ、クリアランスの問題は多少あったものの、一応印刷には成功しました。あー、そういえば最初のレイヤーの印刷速度も下げていましたね。今思い出しました。で、ちなみになんですが、ガラスプラットフォームは割れることへの恐怖心からか、どうしてもクリアランスが広めになってしまう傾向にあったので、クリアランスに関しては印刷途中で定着しない場合、無理やり Z 軸を回すことでクリアランスを調整したりしていました。まあ機械には悪そうですけどね。あと追加で余談なんですが、ノズルも交換したりしなかったりしているわけですが、どうしても漏れてくるので、今度時間がある時にでもヒートブロックを検診してやる予定です。さて、少し話が脱線しましたが、つまりガラスプラットフォームは通常のプラットフォームよりも温度を上げる必要があるということですね。ABS が定着しなかったのも、普段自分が設定しているヒートベッド温度100度では足りなかったのかもしれません。まあ X5SA って改造なしだと100度までしか上げられないんですけどね。正直ここは結構不満です。ガラスプラットフォームは ABS の印刷に良さそうだったので買ったところが多々あるので、その目的を果たせなかったのは正直って感じですね。まあ、一応解決策もあります。以前の動画にもコメントいただいたりしていたんですが、ケープをプラットフォームに振りかけることで印刷物の定着性をアップすることができます。それを使えば ABS も問題なく印刷することができるかもしれません。まあそれ以前に自分の持っている ABS は湿度をかなり吸っちゃっているみたいなので、そこら辺も早いところどうにかしないといけないんですけどね。ちょっと金欠気味なのでしばらくは許してください。さて、というわけで総評なんですが、個人的にはやっぱり微妙だなーって感じです。ガラスプラットフォームは定着性がめちゃくちゃいいとか評判を見ていたので、はい？って感じです。
まあ自分のものが不良品とかいう可能性もあるかもしれませんが、そこら辺は商品が一つしか手元にないので分かりかねます。PLA も印刷はできましたが、それでも結構大変でした。とはいえいいところももちろんあります。ガラスだけあって印刷物の表面がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。コーティングのプツプツはちょっとありますが、少し輝いているような気さえしていきます。とても綺麗。それにプラットフォームにゴミが残りづらいのもいい点だと思いました。冷えるとめちゃくちゃ取れやすくなるんですよね。これに関してはすごくいい技術ですね。というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルでは 3D プリンターをメインにガジェットや物紹介なんかもやっていく予定です。チャンネル登録はお任せいたしますが、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。次回の動画内容は未定となっておりますが、お楽しみに。